大阪市立高圏小学校は、大阪府大阪市小野花区にある公立小学校。小野花区北東部の住宅地を高区としている。高区内には大規模団地が立地している。1925年3月31日に、旧西成郡比江島村の学校として、比江島神城高等小学校から分離開校した。太平洋戦争の戦災で校舎と高区に被害が出た。 ことに伴い、終戦直後に一旦休校となったが、地域の復興に伴って1958年に再開校している。西成郡比江島村はほぼ現在の西淀川区、姫島とこの花区高県に相当し、当時の比江島村の児童は比江島人城高等小学校へ通学していた。新淀川の改作工事のため比江島村は南北に分断され、 現在の高建築からは私船を利用して、比江島小学校に通学していた。地域が工業地帯化したことに伴う比江島小学校の児童数増加のため、1922年に現在の高建築区に分校ができ、低学年児童が通学した。1925年には校区を分離し、比江島第二尋常小学校として独立開校した。 直後の1925年6月には大阪市西淀川人上小学校と改称した。1941年の国民学校令により国民学校へ改編されることになったことを機に所在地の地名を取った大阪市高見国民学校へと改称した。太平洋戦争の選挙区激化のため、1944年には愛媛県へ集団疎開を実施した。 さらに1945年には、滋賀県へ第二次集団疎開を実施している。1945年6月15日と6月26日の大阪大空襲で校舎が全焼した。終戦直後の1946年3月には休校措置となり、大阪市電報国民学校へ統合された。戦災からの復興に伴い学校再開を求める地域の声が高まり、 1956年に電ボを小学校分校として復興した。1958年4月1日付で電ボを小学校より独立し、大阪市立高研小学校として再開校している。地域は明治時代中期以降工業地帯だったが、昭和中期には工場の撤退が相次ぎ再開発計画として1985年以降、 住宅団地の整備計画が実施された。これに伴い学校は1988年、住宅団地、高圏フローラルタウン内に移転することになった。旧校舎跡地は、大阪市立この花中学校の拡張用地として、転用されている。ありがとうございます。